強襲揚陸艦2隻目、空母まもなく3隻目、そういうことを聞くとね、由々しきことだなと思うわけなんですが、これまあ考え方次第なんですけどね、中国ってもともと陸軍国ですから、海洋国家ではないので、あんま慣れてないんですよね。いきなりこんな空母とか持ったってまともに運用できるとは思えない。それから空母の運用ってめちゃくちゃ金かかるんですよ。空母って1隻じゃほぼ何の意味もないので、最低3隻ないと意味をなさないんですね。空母というのは洋上なんだけども、そこに留まり続けることによってさも空軍基地を持ってるかのようなね、効果を発揮するのが空母なんです。でも空母って定期的にメンテナンスが必要だから、じゃあメンテナンス行きますって言って離れちゃったらこれ意味ないんですよね。ですからもう常駐しないといけない、交代しなきゃいけないし、予備も置いとかなきゃいけないから、2隻でもほぼ意味ないので、3隻でようやく意味をなすんですね。空母を3隻運用するってものすごい金食うんですよ。これで中国の国富がそこに費やされ衰弱していくんですよね。まともに空母を大規模に運用できるっていうのは世界でアメリカだけですよ。でもアメリカはね、経済力でもってねじ伏せましたけども、中国の経済が今後どうなるかも分かりませんよ。そしてこれから中国はとんでもない勢いで少子高齢化が進んでいきますからね、その時に空母をあと1隻4隻になりますよね。このせいで中国の国富、富がどんどん湯水のごとく費やされていくわけですよね。ですからまあやればやるほど彼らも強くなるんですけども、これはもう考えようで、もうひたすら金食い虫ですからね。でね、この空母戦略っていうのが果たしてね、適正に動くかどうか分かんないんですよ。まあ何回か言いましたけども、日本の自衛隊が持ってる地対艦ミサイル、陸上から撃ってね、空母めがけて飛んでいく地対艦ミサイルは世界最高性能なんですよ。これ本当にすごい性能なんです。だからこのレーダーかかんないように低空を飛んでいって、直前になってホップアップしてダーンって上から突き落とすというね、で相手を見失ったらちょっと浮上して目標を打破してまた低空で行って、そして直前でホップアップジャンプアップするというね、これはですね世界最高性能、確か三菱が作ってるんですけども、日本はそれを配備できますからね、もうすでに一部配備してますけども、こんなもん揃っててね、来るなら来て見やがれって言うんですよ。空母ぶち当てるぞって話ですからね。多分中国は空母が沈むということは受け入れないですよ。ですから空母は完全に制空権制海権取って、もう 100% 安全なとこにしか行けないはずなんですよね。これほどアメリカが潜水艦を持っていてね、日本も潜水艦を持っていて、しかも中国の海って浅いんですよ。もう見たらわかると思うんですけども、日本列島より、要するに第一列島線より東ってすごい深い海なんですけども、第一列島線より西側は浅い海なんですね。浅い海ということはですね、空母を攻めるのも潜水艦ですけども、空母を守るのもまた潜水艦なんですよね。周辺の自分たちの潜水艦なんかもすぐ見えちゃうわけですよね。ここを上から見てやられたら、そんなね怖くて戦時になってね、空母なんて出せないっすよ、マジで。日本は軽空母クラスですけども、まあ巡洋艦を F-35B を発着できるようにしたぐらい、あのぐらいがちょうどいいというか、そんな金食い虫じゃないんですよね。本物の空母はとんでもない金食い虫ですから、これは中国の命運をね、もしかしたらとんでもない金食い虫を4隻抱え込むということは、ざまあご覧遊ばせルートにはまるんじゃないかなと、私はちょっと期待しております。はい、武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。